はい、どうもゆうくんです、今回も、話題の車そして新型車の、魅力を、カタログでお伝えしていきたいと思います。さあということで、今回はですね、どちらかというと女性向けの新しい軽自動車が、ね、先日、発売されましたので、そちらを、紹介していきたいと思います。さあということで今回紹介する車はこちら、ダイハツムーブキャンパスでございます。で、ですね、やっぱり、コンセプトはですね、まあ、女性向けということで、まあ、見た目、可愛いですし、あとは、使い勝手もいい、できる系ということでね、ムーブキャンバス、発売されました。はい、やっぱりね、フロントマスクも、まあ、なんていうか、なんか丸みをなんか生かしたなんか柔らかい感じの外装でなんか愛着が湧く、まあ、外装の、デザインとなっておりますね。で、まあ、デザイン×便利イコール新しいですね、というコンセプトで、開発された、車となっています。はい、この、ムーブキャンバスはね、横から見てもね、まあ、なんか、愛着の湧く、デザインなんですけど、まあ、軽なんですけれど、なんか長さがあるような、感じに、見えなくもないかなと思います。で、リアビューもですね、なかなか、柔らかい感じの、デザインになってます。で、内装、まあ、インパネ周りですけど、まあやはり、使い勝手の良さを、まあ強調したといいますか、まあ使いやすさを意識した、まあ、インパネの、デザインになっております。で、ですね、まあ視界も、結構いい感じなんですけど、メーターが、センターメーターとなっておりますね。で、ですね、インパネの、まあ、カラバリもいろいろとあるようです。で、フロントの、ウィンドウには、まあ、スーパー UV&IR カットガラス、ね、赤外線と紫外線を、カットしてくれる、まあ、ガラスですね、が採用されてます。まあ、これによって、まあ車内の気温上昇を抑えることができますし、まあお肌にも、優しい装備となってます。で、エアコンのフィルターにはですね、花粉とか、まあ、PM2.5 にも対応した、スーパークリーンエアフィルターが採用されてますので、まあ車内の、空気を清潔に保つことができるようになっております。で、メーカーオプションで、運転席の、シートヒーターとか、あとは、ウィンドウシールドディアイザーといって、まあ要は、ヒーターがつい、ウィンドウヒーターがついた、ウォームパックが、メーカーオプションとして、用意されております。はい、そして、インテリアですね、ヒート周りなんですけど、まあ、室内も広いですので、まあ、快適に、ドライブを楽しむことができるようになっております。で、シートカラーが、スタンダードが、まあ、ベージュ系の、カラーなんですけど、このブラックインテリアパックがメーカーオプションで用意されてますし、あとは、ディーラーオプションで、洗える、シートクロスですねが、用意されております。はい、まあ、このようにね、シートの、まあカラーも、まあ、種類も、まあ選ぶことができるというのは、まあ、非常にいいなと思います。まあ、そして、この、ムーブキャンバスの、まあ最大の、売りの一つでもあります、お気楽レイアウトという、装備が、つきました。はい、で、このお気楽レイアウトというまあ、この、まあ、
まあ、ケースにも、ケースモードにも使えますし、あとは、まあ、バスケットモードですね。でも、使える、収納がね、まあ、セカンドシートの、下に、用意されています。で、両側スライドドアと、この、お気楽ボックスですね。この、2つの、組み合わせによって、まあ、まあ、買い物帰りとか、まあ、荷物積んで、乗り込むという、動作がスムーズに、行えるように、なりました。はい、で、お気楽レイアウトに関しましてなんですけど、運転席からもね、手が届くように、レイアウトされてますので、パッと、バッグとかを、置いたり持ったりとか、できるようになりますし、あとはですね、買い物とかで、食品を、買った場合、やっぱり、フロアには直接置きたくないということなので、その、食品などをね、このように、入れて運ぶのに、便利ということになります。で、あとは、雨の日、なるべく濡れたくない雨の日にということで、傘を差した状態でも、積み下ろししやすいように、なってますので、荷物を、濡らしたくない、なるべく、濡れたくない、時に、雨の日などにも、便利ということになります。で、その他の、収納に関しては、収納というか、積載性に関しては、大容量、深底ラゲージアンダーボックスですね、という、機構がありまして、なんていうか、要は床下、ラゲージの床下収納ですね、が、つきますので、このようにね、背の高い荷物とかも、楽に積むことができるようになってます。で、リアシートも、分割、ロングスライド、そしてリクライニング機能もついてますので、非常に、快適に、過ごすことができるようになってます。で、荷物に、合わせて、シートアレンジも、変えることができるようになってます。はい、で、上から見た図がこのようになってまして、両側、パワースライドドアが採用されてるんですけど、予約ロック機能というのがつきまして、これによって、スライドドア閉まったと同時に、ロックがかかるという、非常に便利な機能が、つきました。で、パワースライドドア採用者ということなので、上級グレードには、予約ロック機能がつくということになります。で、スライドドアイージークローザーということで、スライドドアを、ハンドドアの状態にすると、自動で、カチャッと、閉まるようになります。これもね、上級グレードに採用されてます。で、あとはですね、キーを、ロックした場合、それと連動して、ドアミラーも、格納されるという機構も、ついてます。はい。これら、3種類は、上級グレードに、採用されているようです。特徴その2ということで、パノラマモニターですね。要は、他のメーカーのことを言うんですけど、日産でいう、アラウンドビューモニターですね。のこと、なんか名前が変わった、名前というか、呼び方が変わっただけの、話なんですけど、要はこのように、車を、あたかも、上から、見下ろしたように、モニターに、映し出されますので、駐車の時に、非常に楽に駐車が行えるように、なります。で、その他にも、
視覚を、映してくれるので、このように、交差点、見通しの悪い交差点から出るときとか、安全確認の補助だったりとか、あとは、狭い、路地とかで、すれ違うときの、幅寄せも、安心して行うことが、できるというのが、利点です。ビューの、切り替えも、このように、できるので、さまざまな、シーンに合わせて、使うことができるようになっております。で、ナビも、ディーラーオプションで、8インチの大画面ナビと、あとは、7インチワイドの、スタンダード、メモリーナビですねが、用意されております。で、ですね、説明が、お家になったんですけど、メーカーオプションで、ナビ、パノラマモニター対応の純正ナビ装着用アップグレードパックというパックが、メーカーオプションで、用意されております。で、これを、選びますと、シェアリングスイッチ、そして、専用のオーディオパネル、そしてあとは16センチのリアスピーカーと、ツイッターが、追加されて、6スピーカーと、なります。で、ちなみに標準だと、フロントの、2スピーカーのみの、モデルとなるようです。そして、安全面で、スマーシ2が、装備されております。で、これによって、衝突回避の、ブレーキだったり、あとは、衝突警報だったり、あとは車線逸脱警報だったり、あとは誤発進抑制機能ですね。そして、先行車発進お知らせ機能という、これら5つの、機能がつきます。で、衝突安全ボディですし、あとは、フロントが、歩行者障害、軽減ボディとの構造となっております。で、エアバッグが、フロント、インパネのあたりに、2個と、あとは、フロントシートの、両サイドに、2個の、レイアウトとなっております。あとは、走行安全性能ということで、VSC と、TRC、トラクションコントロールなども、採用されてますので、安定した、走りを、実現しているということになります。で、特徴、その3ということで、ヘッドライトが、上級グレードには、バイアングルの、LED ヘッドランプがつくんですけど、AFS という要は、ハンドルハンドル操作したら、その方向に、ヘッドランプが、稼働して、要はなんかカーブとか、ハンドル操作した場合その、ハンドル操作した先を、照らし出してくれるという、機能が、つきました。で、これによって、例えば、この写真では、犬の、散歩している、写真なんですけど、機能なしだと、迷子の犬なのかなと思っちゃうんですけど、AFS 機能だと、散歩なんだと、散歩だったんだっていうことが、分かるので、事故を、未然に防ぐという点では、非常に、素晴らしい、装備だと思います。はい。で、フロントフォーグ、フォグランプも、LED が採用されてますし、あとは、イヤーコンビネーションラップにも、LED のものが採用されてますので、視認性は、抜群にいいんじゃないかなと、思います。さあ、そして、ボディカラー
なんと、全17色も、まあ、ラインナップされてるということなので、まあ、より、まあ、個性を主張することができるのかなと思います。で、ちなみに、まあ、ストライプスというなんていうかツートーンのカラーが、8色で、でモノトーンが、9色というラインナップになってます。で、ですね、まあ、グレードと、まあ、グレードによって、まあ、ホイールキャップの種類が、違うようです。はい、でこのように比較表が載ってます。グレードによって、オーディオパネルの色が、まあ、違うようなので、まあ、この、比較表もなんかも、載ってます。で、まあ、ブラックインテリアパックですと、まあ、オーディオパネルも、まあ、ブラックとなります。で、グレードがですね、上級グレード、まあ、最上級グレードになりますと、メイクアップという、まあ、グレードになります。で、インテリアカラーが、このようになってます。で、G メイクアップ SA2 で、X リミテッド、メイクアップ SA2、 X メイクアップ SA2 となります。で、まあ、インテリアとか、まあ、アクセントカラーなんかも、このように紹介されてます。で、ちなみに、まあ、ムーブキャンバスですと、まあ、あの前者、2駆4駆の、ラインナップが、あります。で、まあ、標準グレードですと、Xリミテッド SA2、XSA2 で、GSA2、LSA2 と、まあ、なっております。はい、で、まあ、これらも、まあ、2区4区、ラインナップあります。はい、でちょっと残念なのが、まあ、ターボの、ラインナップがないということがちょっと残念かなと思います。やっぱり、まあ、このくらいの、車格ですと、まあ、やっぱりどうしても、まあ、重さあるので、まあ、長距離とかですね、まあ、長距離ドライブとか、まあ、される方ですと、やっぱり、もうちょっとパワーが、欲しいんじゃないかなと、思いますけど、まあ、一応、まあ、主に、まあ、女性の方、まあ、を、まあ、ターゲット、まあ、女性の方、まあ、主婦とか、まあ、子育て中の、まあ、お母さん世代ですねが、まあ、ターゲットに、開発された車ですので、まあ、ターボいらないんじゃない、まあいらないんじゃないかなと思ったんですけど、やっぱりターボ欲しいのかなって、個人的には思いました。はい、ということで、まあ、エコー性能に、移りますけど、2駆モデルで、リッター 28.6kg で、4駆モデルで、リッター 27.4kg となります。で、まあ、エコーモード、まあなんていうか、エコ走行モードですと、まあ、まあ、状況に応じて、まあ、このように、メーターにもですね、メーターの色が変わって、まあ、まあ、今どういう運転しているのかというのを、まあ、まあ、確認することができるようになっております。はい、で、前車は、まあ、エコカー減税対象車となります。あとは、収納のラインナップがこのようになってます。結構、収納も結構充実している感じです。んで、まあ、グレードガイダンスということで、まあ、まあ、グレード別の、装備表が、
このように載ってます。はい。やっぱり、まあ、分かりやすいところで言いますと、まあまあ、メーター、まあ、上級クレートですと、タコメーター付きの、まあ自発光式の、三眼メーターと、なりますし、あとは、まあ、その他のクレートですと、まあ大型一眼センターメーターと、あります。で、エアコンの、まあパネル、操作スイッチも、まあオートエアコン式のものと、まあ、上級グレードですと、まあオートエアコン式ですし、あとは、一番、廉価版ですと、まあマニュアルエアコン仕様となります。で、オプションですねに関しては、まあ、パーツに応じて、まあ上質スタイルと、あとは、まあ和み、なんだ、爽やか上質スタイルと、和み、レトロスタイルで、まあ、などなど、まあ、組み合わせすることが、できるようになっています。はい。で、まあ、ナビについても、載ってますね。主要装備一覧表がこのように載ってます。はい。で、まあ、ブラックインテリアパックの紹介も載ってますね。で、次のページには、主要諸元表が載っててまして、あとは、4面図ですね。車体の、寸法などの、4面図が載ってます。で、あとはその下には環境情報が載ってます。で、まあ、開発の、企業情報、ね、企業コンセプトの、紹介が載ってますし、裏表紙には、まあ、残クレとか、あとは、まあ、開発の、まあ、TS キュービックカードとか などの、まあ紹介が載ってます。はい、ということで、今回は、先日、発売されました、可愛くて、おしゃれで、できる系、新型、ムーブキャンバスについて、紹介をしました。はい。まあ、これはね、やっぱり、主に、女性が、ターゲットなんですけど、場合によっては、男性でも、なかなかいけるんじゃないかなと、思います。はい。まあ、カタログの、内容と、説明の内容、異なるところ、表現異なるところ、ありましたが、その点はどうかご了承ください。そして、ところどころ、お聞き苦しいところ、ありましたが、その点もどうかご了承ください。そして、チャンネル登録、そして、Twitter のフォローも、ぜひぜひよろしくお願いします。また、関連動画から、他の動画も、ご覧いただけますと、私としては非常に嬉しいです。ということで、ゆうくんでした。ご視聴ありがとうございました。